チョコって大好き。え、空っぽじゃない。そんな、信じられない。ひどすぎる。緊急事態ね。おっと、どうしたんだ。何の音かな。大変、ヘーゼル。僕も行くぞ。何か食べたい。あら、あなた、これを私に。うん、美味しそう。最高速度で来たよ。グミベアを持ってきたんだ。これは嬉しいわ。それっておかしい。そんなのダメよ。これを食べなさい。へえ。おい、何が言いたいの。やっぱり彼女は魔女なんだ。なんて奇妙なの。ほら、みんな注目、フードチャレンジの時間よ。面白そうだ。そろそろメガネを掃除しないと。よくなった。さあ始めるわよ。最初のチャレンジは、ケーキ食べたい。これは楽しみだな。やり方はわかってる。この型が必要だ。え、それは何。すぐにわかるさ。中にチョコを注ぎ入れて型を動かしていく。端まで広げるんだ。固まるまで待って。次はホワイトチョコレート。これも型に入れてスプーンで全体に伸ばしていく。かなりいい調子だ。次はプラスチックのミニ卵。一体それでどうするの。興味深いわ。何を入れるのかしら。ひょっとしてまた旅かも。準備できた。中身はミステリーだ。最後に卵を閉じるだけ。もう半分をくっつけて風船を膨らませる。なんて楽しいんだ。なるほど、そういうことね。猫ちゃん、これを見て。おお、キラキラの光、捕まえたい。ふう、これは一仕事だ。あ、風船が。あら、ごめんなさいね。呼びがあってよかった。もう一度、邪魔するんじゃないぞ。風船をチョコに浸さないと。下をチョコで覆って。これは面白いな。ここにある綿飴を固まったチョコに入れる。お菓子も混ぜよう。チョコの卵も。なんて素晴らしいんだ。勝てるかい。は？ん？相当自信があるみたいだな。待って、わかった。私はマシュマロを使うの。これを溶かさなきゃ。ヘアドライヤーを使ってね。すぐに終わるはず。ここにポップコーンを混ぜて。すごくベタベタ。思った通り、かなりいい感じね。固まるまで待って。これでよし。ピンクのチョコスプレッドを上に伸ばしていく。僕も始めなきゃ。ん？これは？やだ、それはダメ。分け合いなさい。それは絶対嫌。私のだもの。このケーキに使いたいし、すごくカラフルになるわ。今度はプニプニのグミ。わあ、素敵でしょ。なんて綺麗なの。まさに私好み。なんていい香りなの。僕はチョコバーを使うよ。大丈夫、肉球は洗ってある。手伝ってくれない。しょうがない、これをあげる。行くわよ。ありがとう、ヘイゼル。ここにグミベルトを乗せて、ちょっとしたアクセントだ。次にイチゴシロップ、マシュマロトッピングも。チョコソースはどうだい。そうだ、クリームが欲しいな。わかった、これで最後よ。感謝するよ。仕上げのタッチを加えて。ほら、すごいだろう。うまそうだ。見てごらん。おお、よくやったな。料理を見せてちょうだい。はい、どうぞ。どれも美味しそう。気に入ってくれた。これから食べるわね。わあ、すごく美味しいわ。やっぱりね。ふう、全然切れない。あ、どうしよう。味はどうかしら。もちもちだけど、もう一回トライしていい。次に行くわね。これは食べられそうだわ。痛い、私の歯が。大変だ、先に行ってくれないと。彼女、ダイヤは好きかな。古臭いロマンチストね。で、誰の勝ち。猫ちゃんがベストよ。猫に負けちまった。は、やったね。お手上げだよ。お菓子作りって大好き。このケーキも美味しそう。トッピングしないと。美味しいドーナツはどう。それはどうかしら。シャキシャキの人参がいいわ。
これでよし。どういうこと？意味わからない。なんですって？うちの秘伝レシピよ。ケーキを離して。こっちよ。いいえ、それはダメ。あー、ケーキが。あ、おばあちゃんのせいよ。でも助けられるかもしれない。見てみましょう。遅かったわ。どういうこと？いけない。ママには言わないでくれる？お仕置きが必要だな。これをくらえ。何が起きてるの？ああ、手洗いで迎えね。へい、こっちだよ。大好きよ、坊や。面白くなりそう。本当ね。すごくワクワクするわ。お先にどうぞ。いいえ、あなたから。いいえ。さあ、ダメだったらね。いけないわ。ちょっと、いつまでやってるの？え？ああ、そうね。ごめんね。開けるわ。どれどれ？カップ？これは予想外だわ。何か入ってるし。コーヒーね。じゃあ、私の番。どうかしら？は？どういうこと？誕生日だっけ？かぶってみよう。まあまあ、かわいい。あら、まだあるわ。吹いてみる？やってみよう。あら、こんにちは。わあ、ありがとう。アイスのコーンよ。でもアイスはどこ？こんなのひどいわ。泣かないでちょうだい。おいしいお菓子が欲しいだけなの。私が何とかするわよ。任せてちょうだい。いいわ、やってみましょう。がっかりさせないでね。これでアイスに見えるはず。しかもおいしい。次はアイスの棒を使う。コーンをフロスティングに浸して、全体が浸るように。もっと良くしていくわ。スプリンクルを足すの。わあ、すごい。なんて綺麗なの。まるでアートね。そっちはどうするの？大満足。わあ、なんて強烈なの。カフェインが効いてきて、すごいアイディアが浮かんだわ。チョコレートバーを使うわね。これを溶かして。ヘアドライヤーが便利よ。これでよし。角をカットして、カップにチョコを注いでいく。とってもトロトロ。これで全部ね。カップを傾けながらくるくる回す。次に蓋を用意して、ここにもチョコを入れる。とっても簡単よ。チョコが固まるまで待って。これでカップが外せるわ。次はクリームよ。なんて美味しそうなの。チョコにたっぷり加えてカップいっぱいにする。蓋を外して、わお、なんて素敵なの。上に蓋を置いて、大満足だわ。わお、すごいじゃない。シェフになれるわね。ほら見てよ、美味しそうでしょ。もちろん味も最高。ねえ、どうかしら。こっちが先だ。面白い。でも味はどうかな。私の心が癒されていくわ。また作ってほしいよ。さあ、次は何？興味深い。いただきます。わあ、緊張する。テントウムシの勝ち。わお、やった。よくやったわ。今日の髪いい感じ。この瞬間を捉えなくちゃ。ちょっと。おっと、美容のための睡眠よ。始めましょう。もちろん受けて立つわ。行くわよ。チョキチョキ。また勝てたわ。私が先ね。これは何？何かのガジェットみたいね。超ウケる。私の方は？あら、クッキーね。悪くないわ。こうすればいいのよ。サポートを呼ばなきゃ。ちょっと、入ってきて。わかるでしょ？がっかりさせないで。お疲れ様。あとは私が。クッキーにアイスの棒を刺して。アイシングに浸していく。ピンクから始めるわ。まだこれから。次にチョコに浸して、さらにレベルアップするわ。飾り付けよ。目玉キャンディーをこの部分にのせる。真ん中にチョコで線を引いて、点を追加する。スプリンクルもね。なんて可愛いの。美味しそうな香り。ああ、わかったわ。これはワッフルメーカーよ。見てごらんなさい。これをスライスして、アイスの棒を用意する。ボウルに入れたホワイトチョコにワッフルの頭を浸す。このチョコレートキャンディーをホワイトチョコにつける。もう一つ足しましょう。
わ、おばあちゃんの技ね。すごく美味しそう。その通り、私が食べたいくらいよ。ショータイムだ。虫は好きじゃないけど、これは例外にしてあげる。うん、口の中でとろける。今の聞いた？おばあちゃんのは？これも美味しそうだ。あん、口の中でパーティーしてる。気に入ったかい？難しいな。どっちも勝ち。やったわね。お腹すいた。ほら、ここよ。ちょうだいちょうだい。召し上がれ。待ちなさい。これは食べちゃダメよ。もっとヘルシーなのじゃないと。野菜を食べて。うわ、絶対やだ。待って、一体何よ。見つかった。チップスを置きなさい。なんですって？そっちは何を持ってるの？チップスには栄養がないわ。ポテトからできてるじゃない。ふざけてるの？嫉妬してるんでしょ。もうまたこれか。うわ、面白かった。ほら、こっちだ。あら、坊や。今日は何？私たち準備万端よ。これをどうするの？開けてみて。ああ、なるほどね。先に行くわ。ちょっと、やめてちょうだい。あ、え、あら、そうね。お先にどうぞ。そうこなくっちゃ。ああ、わお。ジューシーなイチゴ。わあ、ラッキーね。わお、すごい。うん、おいしそう。ブルーベリーって大好き。味見しなきゃ。わお、おいしすぎる。もっと食べたい。落ち着いて。ストップ。あ、その見てなさい。見本を見せてあげる。このイチゴを変身させるの。マシュマロとプレッツェルをつけて、こんな風にね。ボウルに入ったチョコにイチゴを浸していく。これでもっと甘くなるわ。次はカップケーキ。緑のアイシングを袋に詰めて、カップケーキの上にのせる。渦巻きにしていくわ。次にフォンダンの葉をつけて。なんて美しいの。かなり頑張ったわ。一番上にイチゴを乗せて。うん、完璧。わあ、すごくクール。私も刺激されたわ。早速始めなきゃ。ナイフを出して、イチゴを半分に切る。次に美味しいチョコをイチゴの上に絞り出す。少しでいいわ。お次はブルーベリー。ここにくっつけて。チョコが接着剤になるわ。もっとチョコを絞り出して、真ん中にまっすぐかける。手が震えない方がいいわね。両側に水玉をつけて。完成よ。わお、イチゴのテントウムシ。あら、とても素敵ね。友達も作ったわ。美味しそうなおやつになった。私も食べたい。みんなケーキが大好きね。特に見た目が素敵な時は。どっちにしよう。おばあちゃんの方からだ。どう？気に入った？わお、こんなの初めてだ。次はイチゴのテントウムシ。気に入ってくれるかしら。食べてみよう。まさに欲しかった反応だわ。どっちが勝ちかな。テントウムシだ。うふう、やっぱり。やったわ。ああ、爽快だ。もう全部ない。大丈夫よ。なんとかしなくちゃ。何があるかしら。わあ、バッチリだわ。あら、私も開けるわ。ただの板チョコじゃない。あら、まあ。ちょっと、私のを見て。あなたにあげる。いやだ、いらないよ。嘘、なんて厳しいの。じゃあこうしましょう。おいしいお菓子があるの。一つつかみ取って、思いっきり潰していく。うまくいくかしら。どれどれ。よし、これをソーダに入れて。まだ終わってないわ。もっと入れるの。巨大タピオカみたい。蓋をして。すごくいい感じ。どうかしら。まあ、チャレンジは好きだし、簡単には諦めないわ。計画があるの。チョコをグラスに入れて。これで全部ね。次にキャンディーを使って自分へのご褒美よ。うわあ、すごく辛い。これでチョコが溶かせるわ。おっと、これは仕方ないわね。まだ終わりじゃないの。マシュマロをトッピングして。うん、カリカリも足すわよ。最後にスプリンクルを。高級ドリンクの完成。ストローも忘れずに。わお、これは傑作ね。甘くとろける美味しいドリンク。ダメよ、こっちの方がいいわ。キャンディーも入ってるし。どっちもうまそうだ。まずはこっちから。好きじゃないよ。
本当？頑張ったのに。おばあちゃんの方がいいかも。すぐに答えが出るよ。わお、すごくいい一日になりそう。今回はおばあちゃんだ。まあ、とっても嬉しいわ。うひょー。おっと、お腹が鳴ってる。ふん、遊びは終わり。サンドイッチタイムだ。バッチリ。え？サンドイッチが欲しいって？了解。じゃじゃーん、いい感じ。車も確保。今行くよ。あら、サンドイッチですって？用意しておいてよかったわ。スモークターキー、準備万端。今行くわ。うふふう。私の全速力でね。はい、ハニー。来たぜ。うわー、うまそう。ありがとう。そっちは？砂糖たっぷり。どっちにしよう。教えて。わかった。チャレンジ大会をしよう。行くぞ。いい？うわー。今日もいいご飯になりそうだ。ここはどこだ？おばあちゃん、見て、開けてみよう。あら、そうね。行くわよ。ヌテラ？おいしそう。あなたも開けて。ああ、もちろん。はあ？見えないくらい小さい。なんだこのサイズは。これじゃ一口にもならない。まあ、残念。かわいそう。パーティーを始めましょう。あら、まあ。こうしましょう。このスポンジケーキで。ふう、すごく重い。甘いミニチョコレート。うわ、ケーキを作っているのか？僕にはできない。このスプーンでいいわ。うわ、とってもしっとり濃厚。うまくいくかわからないけど。持ってて。平らな道具が必要ね。これを使ってみるわよ。十分な大きさじゃない？パーフェクト。これで伸ばしていきましょう。なんて気持ちいい作業なの。すごく滑らかに塗れるわ。ファンタスティック。うわ、ケーキがあればな。まあいいや、こうしよう。僕のバービーオーブンとバービーキッチンを使ってパンをトーストする。ナイス。チョコを頼むよ。スパチュラが必要だ。あった。このためにあるような組み合わせだ。大きくすくっていこう。うん、こうすると大きく見える。すごいいい感じ。ほら。ダメ、見えないわ。見て、ここだよ。ああ、おっと、おばあちゃん。ああ、うっかりしてたわ。生かしたチョコレンズだね。ちょっと、終わったわよ。君はどっちが好き？ふう、オーケー。ちょっと？何？レディーファーストよ、もう。あら、まあ、すごいわ。ほんとだ、おいしそう。いい眺めだわ。僕の番。わお、でも一個しかない。悲しみのカップケーキ。なんだか大変そうね。カップケーキのデコレーションをしなくちゃ。まずは黄色。集中しないと。簡単よ。こうすれば。がっかりだ。でもやってみなきゃ。道具なんていらないよ。こうしちゃえばいいんだ。ほら、綺麗でしょ。おい、僕のカップケーキだぞ。やめろ。こんな小さいやつ、
捕まえてやる。ジャレッド、なんてことするの？ジャレッド、はい、うまいカップケーキだ。やだ、ハエとは話さないわ。私のカップケーキが。でも、いい考えがある。もう一つ層を重ねて、そして、バーン。わお、これを見て。3つ目の層も行くわよ。ほら、次は4層目。バーン。わお、とっても綺麗。でもまだ終わりじゃない。待ってね。わー、いいね。おー、この仕上がりを見て。素敵でしょ。パティシェのカップケーキみたい。全部自分でやったのよ。すごいよ、おばあちゃん。うん、あっち行って。ワクワクする。ちょっと勝負よ。じゃんけんポン。チョキはパーに勝つ。ふん、わかったわよ。うぅ、あー、面白い。はあ、ない、そんなはずはない。あら、かわいそうに。どうやら私が勝つみたい。うん、大変、歯が。歯が取れちゃった。ひどいお菓子ね。ウケる。笑えないわ。さて、僕もなんか作らなきゃ。使えるものがきっとあるはず。この下はどうだろう。マジでないのか。がっかり。こんなにたくさんあるけど。そうだわ、確かこの中に。何それ。小麦粉と伸ばし棒もバッチリ。最高だわ。全部使うわよ、ベイビー。ひどいな。ごめんなさいね。表面を平らにしなくちゃ。できた。次はクリーム、たっぷりつけましょう。コーティングのように滑らかに。美しい。ここからがお楽しみ。ああ、そう、これでよし。うわ、気をつけろ。いや、もっとちょうだい。できた。準備が整ったわ。楽しいデザインを作るわよ。綺麗に並べていくの。これ悪くないな。うん、すごくうまい。じゃじゃーん、見てちょうだい。チョコレートがこんなに美味しそう。そういうことなら見て。一体何に使うの。あーって言って。あー、ぴったりだ。さあ、行くよ。命中した。おー、ナイス。あなたにもあげるわ。しっかり口を開けて。うん、うまい。あらまあ。あらまあ。オープンタイムよ。ふん、今開けるわ。卵、これは便利。早速割っていきましょう。おいしいものはすべてここから。熱を加えなくちゃ。いくわよ。火が通っていくわ。じゃあ僕も開けるよ。わあ、どうすればいいんだ。プロの道具みたい。いい考えがある。テープを使っていくよ。 OK、 これでよし。次のステップだ。準備はいい？始めよう。一つずつ中身を出して。これで半分。簡単、簡単。よっしゃ、すごくいいぞ。見てよ、おばあちゃん。わお、とっても綺麗。鮮やかさでアプローチするんだ。上出来ね。私のももうすぐできるわ。とっても美味しそうでしょ。すごい、めっちゃ綺麗。ありがとう。
どっちがいい？どっちも食欲をそそるだろう。本当だね。あー、お腹が空いた。食べ物はどこだ？おばあちゃん、助けて。ん？お腹が空いてるって？はあ、待て、今行く。大丈夫かい？どうした、弟よ。チップス食べるか？いらない。新鮮なリンゴはどうだい？はあ、やだ、まずい。これがある。そうだ、飲む。やだ、そんなのいらない。できたてのサンドイッチはどう？いらな。待てよ、ダメだ、まずい。し、大丈夫だよ、泣かないで。やめて。うわ、どうなってんだ？これは予想外だわね。フードチャレンジへようこそ。冷蔵庫を漁る時間だ。美味しいおやつが欲しい。何があるんだろう。美味しそうなサンドイッチだ。これが欲しかったんだ。あ、遅い、いただき。他に何がある？リンゴだ。いや、ばあちゃん、楽しみにしてたのよ。すまないね。嘘でしょ、もう何も残ってない。ひどいよ。おいしい。サンドイッチはどう？怒ったぞ。今までで最高のサンドイッチだよ。うわ、どうなってんだ？わからないわ。やあ、僕のフードチャレンジへようこそ。それでどうするの？第一ラウンドの時間だ。ワッフルを作ってほしい。わかった、全然できるよ。え、今の見た？はは、先手必勝よ。すべて私のだからね。これからどうすればいいんだ？待て、わかった。いざという時のためにグミを常備してるんだ。これは使えるよ。ワッフルメーカーに入れるよ。そしたら蓋をする。あとは待つだけ。長くはかからないはず。なかなか賢いわね。このクッキーを砕かなくちゃ。くらえ。ぶったたくわよ。楽しかったわ。さあ、チョコレートスプレッドを使いましょう。これは大好きよ。とてもいい匂い。いいんじゃない？見てなさい、全部瓶に入れるのよ。ボールは必要ないの。片付けは嫌いだからね。全部取れたと思う。じゃあ蓋をするわね。きちんと閉めるのよ。ちょちょいと振って、準備 OK。 完璧。ワッフルメーカーに注ぐわ。ベトベトしてる。司会に怒られそうね。お、準備ができた。早速取り出そう。お、カラフルだね。次は飾り付け。ミミズグミを加えるよ。そして目を2つ。私の方がいいわ。美味しいチョコレートワッフル。私が望んだ通りにね。私も飾り付けよ。生クリームを使うの。ワッフルに振りかけるの。よだれが出るわ。とても美味しそう。ワッフルをもう一つ乗せたら、もっとクリームを足すわ。これは絶対にうまいやつ。そう思わない？もう一つだけ必要なの。チョコレートの看板。素晴らしい。ベーダ、ワッフルちょうだい。気に入ってもらえると嬉しいわ。むしむし、こっちが気に入ると思うよ。あ、心配なんかしてないわ。何から始めたらいいんだろう。グミワッフルから。ちょっと変わってる。ふにゃふにゃの目、普通だな。もっとうまいの知ってる。ばあちゃんのも食べよ。ワッフルのそうだね。すごい、斬新な味わい。すごいよばあちゃん。ばあちゃんの勝ち。やっぱりね。ベストは尽くしたよ。次のチャレンジだよ。爽やかな飲み物対決、頑張れ。これは厄介かもしれない。ミキサーを使おうか。やることは分かってる。仕事に取り掛かる時間です。まずは美味しいキュウリから。健康的でいい。新鮮な材料しか使わない。今度はトマトジュースを一かけ。私好みのドリンクじゃ。
定番になるわ。私の年齢にもぴったりじゃ。これで全部じゃな。早速やってみよう。おう、見てみ。なんだ、見た目悪すぎ。滑らかでいい感じ。グラスに注ぐよ。おいしさが詰まってる。付け合わせにチェリーも添えるわ。可愛い傘もつけちゃう。大満足じゃよ。これは俺がもらった。ご覧あれ、すごいだろ。ソーダを使うんだ。褒美が欲しいな。泡が舌をくすぐる。ああ、超炭酸。このボトルは捨てない。便利だからね。ラベルを剥がして半分に切る。どうやったかは聞かないで。この部分は必要ない。ショータイムだ。溶かしたチョコレートをボトルに注ぐよ。周りをコーティングしたい。こんな感じだ。もう少しだけ。そして固まるのを待つ。思ったより早かったね。ボトルから出すよ。チョコレートカップだ。今度は生クリームを入れるよ。生クリームはみんな好きだろ。これが僕の最高傑作だ。食べるのはもったいない。何が足りないんだ。え、ばあちゃん、どこでも寝ちゃうんだから。ちょっと待て、いい考えがある。これはもらうね。こっちの方が合ってる。待って、よし、完璧。終わったの？ねえ、起きてよ。あ、居眠りをしていたようだね。すまないね。どうだ。わお、全部で2杯。待てよ、これは気持ち悪すぎ。僕はこれにしとくよ。好きなもの全部入ってる。おいしい。もっと欲しい。リアムの勝ちだ。やった。悔しい。おいしそう。おいえ、いい感じ。筋肉もりもりだ。貸して。すっごい力でしょう。私のお玉がなんでこんなこと。やめて、お玉がクラクラする。イエイ、この筋肉を見て。卵を借りるよ。よく見てて。それ使うのにダメじゃない。全然効かないよ。栄養取らなきゃ。はあ、何やってるの。あの手を使っちゃおう。まだやってんの。まだまだこれからよ。あれ、ここはどこだ。フードチャレンジへようこそ。わあ、すごくカラフル。最初のチャレンジはこれから。新鮮で爽やかな飲み物を作って。そんなの簡単だよ。チャレンジじゃなかったのか。炭酸飲料を入れて混ぜてっと。綺麗な色だろ。次はお菓子の出番。これでシュワシュワになるぞ。泡が吹き出してきた。これ大好きなんだ。飾りにぴったり。うわ、美味しそう。最高。力が湧いてきたぞ。元気になっちゃった。あー、リアム、気をつけてよ。この部屋破壊でもするつもり。リアム、ママに言うわよ。まだチェリーが残ってた。もっと私にちょうだい。おいしい。あー、腰が。無理しすぎたわ。いいこと思いついた。ウサギのグミを真空パックに入れてから空気を抜いていくの。便利な機械があってよかった。これでバッチリ。次は沸騰させたお湯に入れて溶けるのを待つだけ。これでよし。角を切ってコップの中に入れるの。でも全部は入れないで。固まったら牛乳を入れるわよ。グミを砕くためにストローを使うわね。おいしそうでしょ。飲んでみましょう。おいしい。うまくいったわ。絶対に気に入るわよ。もう一杯作っておいたよ。判定が難しいな。引き分け。やったー。やったぜ。ああ、手が痛い。次はみんなが大好きなピザの番。私もピザ大好き。よし、始めるか。生地を作らなきゃ。これで十分だろう。
めっちゃ楽しい。次は卵の番。割れろ。めっちゃ硬いなこれ。スーパーチキンの卵かも。いいこと考えたぞ。もう一つの卵で叩けば簡単に割れる。よし、うまくいった。すげえ筋肉だろ。見とれそうだ。生地ができてきた。うわ、ベトベトしてる。ほら、どいて、やり方を教えてあげる。よくこねてっと。うわ、やりすぎだって。やめてよ。じゃーん。ああ、待って、まだやることがあるの。耳を切ってからお皿に盛り付けるの。上からチーズを振りかけて溶かしたらピザナチョスの完成。おいしそうでしょ。何それ、すっげえ。うん、チート最高。あ、そうだ、これを借りちゃおう。これでうまくいくぞ。助かったよ。食べてたのに。でもいいわ、マシュマロがあるから。ワッフルメーカーに乗せてハラペーニョを乗せたら最後にチーズを振りかけるんだ。うん、よだれが出てきちゃった。蓋をしよう。おいしそうだろ。ピザといえばトマトソース全体的にかけてっと。よし、うまくいったぞ。じゃーん、完成。あー、おいしそう。おばあちゃんは無視しといて。うん、今回はリアムの勝ち。信じられない、よくわかってんな。ほら、持ち上げて。次のチャレンジはこれ。お寿司ね。どれどれ。うん、これならできそう。簡単だわ。レタスにお米を乗せてからきゅうりを乗せて巻いていこう。しっかりきつく巻かなきゃ。初めてのお寿司ができた。食べてみましょう。うん、美味しくない。他にも何か加えなきゃ。お米を使っちゃおう。料理してたら腹が減ってきた。ちゃんと栄養を取らなきゃ。ああ、これを探してたの。料理を始めよう。パンケーキミックスを乗せて火を通したら裏返しにしましょう。うまくいったわ。俺にもやらせて。行くぞ。そのうちに戻ってくるから大丈夫だよ。ほらね、パンケーキ返して。失敗しちゃった。チョコレートスプレッドを塗って。うん、おいしそう。全体的に塗ってからバナナを乗せたら上手に巻いて、あとは食べやすいサイズに切るだけ。同じ大きさに切るのよ。これでよし。よし、出来上がり。甘いお寿司よ。絶対に美味しいはず。え、めっちゃ美味しそう。この米を使うか。まずは海苔を切る。少し切るだけで大丈夫。次は左下にマスタードを塗ってっと。味付けはこれでよし。左上に米を乗せて、右上には魚を乗せよう。サーモンを使うんだ。最後はアボカド。よし、畳んでみるか。どんどん折ったら畳み寿司の完成。めっちゃ美味しそう。ティーナも食べる？はあ、もうできたの？うん、遠慮しとく。ごめん。おばあちゃんのは？はあ、バナナとチョコだ。美味しそうな組み合わせ。今回はもちろんおばあちゃんの勝ち。え、寿司って言っただろう。負け惜しみ言わないな。いただいちゃおう。ずるいよ。そろそろいたずらしようっと。待って、それよりお腹空いちゃった。おばあちゃん。まひゆちゃん、何があったの？またうんち漏らしちゃったの？え、違うよ。何か食べ物ちょうだい。お腹空いたよ、おばあちゃん。何があるかな。お菓子は何もないんだよ。なんて残酷な人生なんだ。幽霊よ、やっぱりこの家は呪われているんだわ。どうしたんだよ、まひゆ。ピカチュウ、ねえ、なんで悲しい顔してるの？お腹が空いちゃって、おいしいおやつが食べたいの。ごめん、何も持ってないや。なんて最悪の日なんだ。待って、何が起きてるんだ？この感じ嫌な予感がするわ。あ、何が起きたのかしら。ねえねえ、こっち、料理勝負の時間だよ。おお、これは楽しそう。面白そうだわね。準備
はできてるよ。かかってきなさい。ドラムロールの音ちょうだい。最初の挑戦はスクランブルエッグだよ。これは簡単ね。なんだ、もっと難しいと思ってたのに。まずはフライパンが必要ね。もちろん卵も。フライパンに卵を割り入れる。すぐに美味しいのができるわよ。僕はどうしよう、そうだ、フォークで殻を割ろうと。あれ、これじゃダメだ。なんて手強い卵だ。じゃあ噛んでやる。卵くん、君は僕の勘に触れたよ。これも君のせいだからね。これでどうだ。開け、本気だぞ。嘘、普通はうまくいくはずなのに。頼めるつてはただ一つ。ねえ、あれ、僕は一人勝負してるみたいだな。いいこと思いついた。エッグフライって見たことある？あ、気をつけて。寝てないわ、起きてるわよ。やだ、卵がパサパサになっちゃったわ。こんなのマヒューには渡せない。どうしましょう。やり直さなくちゃ。ちょっと待って。わかったわ。このソーセージに切れ目を入れて、お尻は切らずに残しておいてね。いい感じだわ。次は爪楊枝を手に取って、これをソーセージに刺すの。そしたらソーセージを両側に開いて、私はハート型にするわね。開いた先はもう一本の爪楊枝で留めるの。あら、かわいい。フライパンにセットして、型の中に卵を割り入れるの。火が通るのを待ったら、これくらいで良さそうね。いい匂い。マヒューはきっと気に入るはずだわ。かなりいいじゃん。あそこまで僕には難しいかな。シンプルにいこう。完成。うわ、これ見て、とっても独創的。おばあちゃんすごいよ。僕の好きなものを熟知してるね。早く食べたい。すごいよ。マヒューちゃんのためなら何でもするわ。もう待てないや、すごい美味しそうだもん。これは美味しすぎる。おばあちゃん大好きだよ。あら、恥ずかしいわ。こっちは何だろう。すごい簡素だね。ちょっとがっかり。ピカチュウにはもっと期待してたのに。食べてみよう。じゃないとわからないからね。割れたみたい。うえ、生じゃん。おっと、失礼しました。勝者はただ一人、僕の愛らしいおばあちゃんだ。そうだね、そりゃそうだ。ペプ、おいおい。あ、背中やっちゃった。本を持ってきておいてよかったわ。もっと急げない？ちょっとまだ考え中。そうだ、次はペロペロキャンディーを作って。わかったわ。ははそれなら簡単。先にお菓子食べてからにしよっと。自信にあふれているようね。さては始めましょう。この洋梨はみずみずしくて美味しそうね。さてと、スライスした方がいいから。侍の修行やっててよかったわ。ファイヤーできた。いい感じに薄切りできたわ。一体何者？秘密よ。さて、どこまでやったんだっけ？ああ、そうだ。次に飴玉を準備して、それをスライスした洋梨の上に置くの。違う色を使うわよ。何をしてるの？あ、飴潰しちゃった。まったいら。これはいいアイデアかも。これにはボールが必要だね。キャンディーを潰すのに使うよ。ストレス解消にもなるしね。平らにしてくよ。もう少し足したら完璧。でもまだ終わりじゃないよ。これをボール状にするんだ。そっちはどんな感じ？これから熱を加えるところよ。ドライヤーで飴玉を溶かすの。ほら、うまくいってる。あともう少し。ほら、洋梨キャンディーの出来上がり。うわ、初めて見たやん。僕の方は飴をこねたよ。そしたらこれを平たく伸ばして、そしたら薄くするよ。厚さは均一にね。次にナイフを用意して、芸術的にね。伸ばした飴から形を切り取るんだ。完璧に仕上げなくちゃ。わあ、見て。余分なキャンディーは取り除いて、後で僕がいただく。誰か連想しない芸術作品でしょ。傑作だ。完成したよ。マヒュー、どうぞ。うわあ、僕って甘やかされてるね。これはすごい。食べるのがもったいないや。でもいただくよ。早く食べたい。うわあ、すごく美味しい。シェフを褒めたたえよう。さて、おばあちゃんの方は？おお、色とりどりだね。おばあちゃん、本当に芸が細かい。味はどうだろう。いただきます。決めた。引き分けだ。二人とも勝者。よくやったわね、ピカチュウ。おばあちゃんもすごいよ。絶好調だ。次行こう。今度はワッフルを作って。美味しいものをお願いね。もちろんだよ。材料はもう準備してあるよ。小麦粉をボウルに入れて、気をつけて飛ばさないようにね。
これを手で混ぜるよ。おお、ピカチュウは一生懸命にやってるわね。マヒューは私の作るお菓子が大好きだから何も心配してないわ。ちょっと待って、小麦粉はどこ？空っぽよ。ピカチュウ、どうかしたの？小麦粉をちょっともらえないかしら。どうにか、この通り。やだ。なんだって、意地悪ね。なんとでも言って、おばあちゃん、今度こそ絶対勝つよ。ワッフルに色をつけるよ。ほんの数滴でいいからね。そうしたら全部混ぜ合わせるよ。別のボウルには違う色を混ぜて。これはすごいことになりそうだ。マヒュー驚くだろうね。よし、いい感じ、準備はできた。さあワッフルを焼こう。生地をスプーンですくって鉄板に乗せていくんだ。外側から内側に色を重ねていくよ。それぞれ色が違うからね、素敵な見た目になるはずだよ。虹のワッフルだ。僕は料理の天才だね。よし、あとは焼くだけ。ここからは簡単。なんたってあとはワッフルメーカーがやってくれるからね。お、焼けたみたい。見てみよう。嘘、想像以上だ。下から串を刺すよ。そしたらキャラメルソースをつけて。甘くてねっとりサクサクな食感になるよ。うわ、今すぐ食べたい。さあ、あとは仕上げだよ。デコレーションを少し振りかけて。これ以上いいものは出てこないだろうね。最高すぎる、美しい傑作だ。ねえ、早くして完成品よこしてよ。マヒューをがっかりなんかさせられないわ。どうしたらいいのかしら。すぐに戻るわ。やった、これはチャンス。読書時間ってお腹すくのよね。これいただくわ。サンドイッチ泥棒。全部は入らないわ。必要なのはこのパンだけ。まずは丸型に切り取るのよ。こんな感じで。次にワッフルメーカーに入れて、これでパリッとさせるの。きちんと焦がさないように。これぐらいかしら。まるでワッフルみたいでしょ。もう一枚のパンも同じようにして。これだとちょっとつまらないから甘さを加えるわよ。今回はチョコレートソース。私大好きなの。次はどうしようかしら。デコレーション素敵。まあ素晴らしい、完璧な出来だわ。わあ、頑張ったね。マヒューの反応が楽しみだわ。わお、期待を裏切らないね。今日はなんてついてるんだろう。まずはおばあちゃんのから。美味しそうだね。味の方は？あ、ちょっと待って、これワッフルじゃないね。おばあちゃん騙したでしょ。ああ困ったわ。お母さんには秘密にしておいて。ピカチュウの番だ。見た目は申し分ないね。君はワッフルメーカーを使いこなす芸術家だ。もう結果が見えてる気がするよ。まさか、美味しすぎる。ピカチュウの勝ちだ。やった、やっぱりね。ハイタチ無視しないで。やっぱりダメ。そうか、わかった。さて、勝負はここまで。勝者が誰なのか見てみよう。緊張するわ。空気が張り詰めてるね。勝者はお二人です。おめでとう。本当？悪くないね。興味深いチャレンジでしたね。喉が渇いてきましたか？誰が最高のドリンクを作ったかコメント欄で教えてください。この動画を友達に共有したら、楽しい動画をもっと見るためにチャンネル登録もお願いします。